でもこのじゃあ自由タイムまた、うん、気をつけております、はい、これで混み合ってんねん、うんうんうん、いや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 、ありがとうね。もしもし、A ナイトの田崎です、うん、あ、もしもし、A ナイトです。あ、初めての方ですか。あ、オッケー、じゃあちょっと待ってくださいね。来ました、初めての方。もしもし。もしもし。お名前お願いします。あ、千尋です。千尋ちゃん、はい、おいくつですか。19です。あ、19歳、はい、大学生。いや、今ちょっと浪人してます。あ、浪人し、あ、そうかそうか、むちゃむちゃある、もう受験シーズンや。そうやね。あ、そうです。今ほなら勉強の合間。あ、そんな感じです。おー、え、お住まいはどちらで。香川です。うわ、香川県からありがとう。いいな。はい、じゃあ A ナイトのルールはご存知ですか。あ、知ってます。あ、オッケー、じゃあ行きましょう。あなたの A をお願いします。5日前に下着泥棒に会いました。5日前。はい。ちょ、どういうこと、どういうこと。が聞きたいな。詳しく聞いていい？おんねんな。あ、はい。なんか5日前に、うん、その家に警察が来て、うん、なんかこの下着になんか見覚えないですかって言われて、うん、え？で、その自分のやつと妹のやつが取られてて、うん、でなんかその犯人を警察が捕まえて、なんか自白させたら、それが自分家だったらしくて、で、なんか そうなんですよ。1枚ずつ取られてたってこと。あ、そうです。いや、これな、それさ、どんだけ取ってた犯人か知らんけどさ、はい、これはここの家で取ったとか覚えてんねや。あ、でもなんかその犯人のなんか住所を詳しくは聞いてないんですけど、うん、なんか大体ここら辺っていうのを聞いたんですけど、うん、なんか全然ほんまに10キロ以上離れてるとこが家だって。だからちょっと遠くに行ってあんまり分からへん人のところでやってんねや。多分そうです。え、でもそれ、その犯人の人会おうと思ったら直接会って謝ってもらうこととかできるの。いや、なんか相手がその未成年で、高校2年生だって、うん、で、なんかその高校2年生だって、私あの兄弟3人下に2人いるんですけど、うん、その妹の同級生、うん、ええ認識はないんですけど、その高校名と学年聞いた時に妹の同級生だって。おい、同じ学校。同じ学校でした。え、でもさ、妹ずっとこいつかって疑いながらさ、うん、過ごさなあかんじゃん、これから。っていうか、あ、学校は来るもんね。あ、でもなんか今は来てないらしいです。あ、ほなもう誰かは分かったん、大体。あ、その犯人は、あー、なんか学校で結構ちょっと噂になってて。うん、いや、すごい話。いや、え、それじゃあ、その妹のことを調べて来たんかな、はい、その子は。いや、でもその取っていったのは全然あのもう一人の妹の方で、おでも多分面識もないんで、たまたまと思います。いや、それでもさ、ね、狙いはそうやったけど、間違えてパンツ持って帰っただけちゃう。うん。いや、あ、でもなんかその結構常習犯らしくて、半年ぐらい警察が調べてて、その私のとこのやつを取ったときに何か捕まったっていうのは聞きました。でも警察の人が張ってたんや。あ、そうです。なんか近くの家の近くの中学生のなんかお尻触ったりしてたみたいな。むちゃくちゃなやつやな、そいつ。それってそのまあ変な意味じゃないけども、何色やったの、取られた。変な意味やんか。やめろって。え、それさ、犯人さ、はい、丸坊主でさ、緑のジャージ着てるから。いや、俺違うわ。これ学校のやつやん。違うよ。やっ、いや、多分そうですね。多分そうなんです。多分そうちゃうやろ。違うって。お前捕まるやん、俺。
香川県警に捕まってます。え、それさ、もうほんま学校とか変わってほしいぐらい気持ち悪くない？妹なんて言ってんの？妹別に自分関係ないんで結構イライラしてます。いや、でもその妹のパンツ狙いに来てたんやんね、絶対。え、でもいや、でも家とか全然ほんまに多分知らないと思うんで、たまたまやと思います。たまたまじゃないやろ。好きやったとか好意持ってたやと思うけどな。それ調べられてるで、多分。いや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 違う。ほんまに遠いんですよ、家。全然違うんですよ、方向から何から。方向から何から違うけど、例えばさ、そう、好きやったとしてさ、はい、帰りつけて、はい、あ、家ここなんやとか。あー、いやー、でも怖いな、それは。ちょっとコメント欄見てみましょうか。みんなどう思いますか、これ。あ、来てるよ。来てるな、うん、たまたまで同級生の下着に盗むかなとか、うん、他の、女性とにもやってたんかなとか、計画案じゃないのかって、こう結構みんな疑ってますよ、うん。あ、でも他の人にも、他の人っていうか、多分それはその同じ高校の子とかじゃないと思うんですけど、うん、結構やってたらしいです。ほら、いやめっちゃ怖いやん。そうか、やっぱほんならブワーいろんなもん取っててのたまたまか、そっちの方か。多分そうやと思います、ほんまに。これもう多分学校辞めるやん、ね、辞めるやろ、もう怒られへんやろなあ、うん。なんか一番恥ずかしかったのが、うん、なんかその警察の人が2日目に来て、その被害届を出したらその事件化できるからっていうんで、被害届書いたんですけど、うん、その時にその取られたパンツとか全部返された時に、うんうん、なんかそれが自分のものっていうなんか証明みたいなのがいるらしくて、おう、どうやってすんの？パンツを目の前に広げて、なんか指さした写真を撮られたんですよ。あれこれや。それあれって犯人だけじゃないの？私がここでやりましたみたいな現場検証みたいなんでさ、よく交通事故の現場検証とかでやってるけど、そう、被害者側の人もパンツ指さして写真撮らなあかんの？それしかもその時結構朝で、もう寝起きでもパジャマの状態でバーってやったんで、うん、もうすっごいなんかボサボサの髪の人がパンツ指さして写真撮ったんですよ。寝起きで写真撮られてる。ごめんな、笑って。ついな、まあ、警察も嫌やろしな。いやいやいや、これは結構もうネタにしたいぐらいなんで。いやみんな不幸やな、これ。だから持ってくる警察官も嫌やしさ、辛いやろうし。でもなんか結構その時警察が来た時家一人だけで、うん、なんか LINE とかでお母さんとお父さんに報告したんですけど、うん、お父さんはもうなんか久々に大爆笑したっていう。そう、なんか私と妹のパンツが取られたっていうのを売った直後に、うん、なんかお母さんからお母さんのパンツは取られんかったんっていう。面白家族いいなあ。いや、めっちゃいい。なんかでもそんな言ってもらったら救われるね。はい、そうですね。笑い飛ばしてね。なんかお母さんはなんかその自分のパンツが取られんかったんがちょっとショックやったんで。母さんもおもろい、お父さんもおもろいけど、面白いなあ、うん、そうなんですよ。いやー、これはでもね、もう犯人もこれ懲りるでしょ、さすがに。これ懲りてほしい、ほんま。いや、ほんまに懲りてほしいですね。ねえ、懲りたかんしな、気色悪いけど。まあまあ学校も多分やめるしね、うん、本当に。でもこれからそれ、例えばさ、パンツは家の中で干すとかさ。ああ、そうですね、対策はちょっとしたいと思います。お母さんのやつだけ外干しといたらええんちゃう？そうですね、なんかちょっといいパン使ったり。おう、そうやね、そうやね、うん、気をつけてくださいね、はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうね。はい、さよなら。はーい、面白いわ、ね、すごいな、これすごい、パンツ取られたらどんな姿だろうな、うん、面白い。娘に嫉妬するお母さんって面白い。お母さん、取られてへんかもしれない。コントとかできてるんだ、これ。うまいな。
お母さんのだけちゃんと残ってる。いい。めちゃめちゃええやん、これ。下着とパンツ、指差し写真を撮られた。うまい。この撮られた違い。うん、いいですね。